チャオ、あっちゃんです。4月30日、あっちゃんのお昼のおやつタイム、カルビー片揚げのカルビー片揚げポテト、かたくみの味、ウニのり味、ウニパウダー塩、贅沢な風味、これ食べたいと思います。ウニの贅沢な風味を焼き海苔の香ばしさが引き立て、磯の香り豊かな深みある美味しさに仕上げましたって。最近ポテチあんまり売ってないからね、見つけたら買うんだけども、定番のね、海苔塩とかの辺があらへんよね、コンソメとか。あ、海の香りがしてる感じです。では食べたいと思います。素材味にこだわったちょっと贅沢な味わい、片揚げポテトです。美味しい。書いてある、硬さが特徴の商品です。口の中を痛めない匂いによく噛んでお召し上がりください。いつも定番です。あんまりね、口なんか怪我しそうなぐらい硬い。美味しいね。海の味がめちゃくちゃ強いわけでもないんだけど、ちょっとしょっぱいけど美味しいよ。きたきたきた。お菓子の音がすると飛んでくるというね。よっ、来た来た、3階から降りてきたぞ。インターネット、多分あれちゃん、スイープ入ったじゃん。ポテチ入る、いいの、怒ってる、切れてない、スイープ入ってない。持って行って、持って行ってね。あ、なんかフンじゃないな。バキ言ったね。めっちゃ美味しい。食べへん。え？あるよ。これは甘いおやつがあるから。あ、あんの？上にあんねや。なんかね、自分の部屋にいろいろおやつ持ち込んで、好き勝手やってんの最近。おいしい。え？おやつ持っていく。まあいいよ。中学校にたくさんやもんね。ということで、今日のあっちゃんちのおやつタイム、カルビー片揚げポテト、ウニ味食べました。美味しかったです。ちょっとしょっぱいかな。でも美味しいです。では、またね。バイバイ。